めっちゃ目痛いんだけど、やばい。こんにちは。目が痛すぎる。今さ、帰ってきたんだけどさ、ちょっと外に出てて、なんかコンタクトが合わないのか知らないんだけどさ、めっちゃ目が痛くて、今アイボンして、なんか新しいコンタクトに入れ替えてます。なんかカラコンつけてたんですけど、なんかカラコン、なんかやっぱあんま、カラコンなんかしっくりこなくて、カラコンやめてたんだよね。やめてたというか、やめたんだよね。で、クリアに戻したんだけど、なんか合わない。なんかレーシックとかさ、結構今流行ってるじゃないですか。なんかもうコンタクトめんどくさいから、レーシックとかそっちやりたい。お金が貯まったら。やりたいですね。じゃ今からさ、ご飯食べ行くんだけどさ、全然さ、5時半には家を出たいので全然時間がないわけですよ。でもね、買ってきたの今。じゃじゃーん、ハロウィンだから買ってきたの。ちゃんと偉いでしょ。偉いって言ってわざわざ買ってきたんですよ、これ。だからまあ、かわいいミニオン買ったんだ。普通のコスプレ買おうかなと思ったんですけど、え、かわいいんだけど。だからまあ、またさ、メイクするので、今からとりあえず着替えて、着替えます、このミニオンズに。暑いよ。クーラーつけるわけにもいきませんからね。今窓開けよう。よいしょ。暑いから汗拭きシートします。あれ、ガツビリラが一番好きなガツビ匂い、ピーチ。やばいよ、時間ないよ、時間ない、時間ない。よいしょ。
いミニオン。ミニオン来ます。え、待って、これさ狭いくて着れないとかないよね。着れた。胸がギュルギュルなんだけど、やばくない？見て。でも安心して、ちゃんとチューブトップを着てる。うわ、結構なんかこれ海外のやつなの。これさ、海外人用に作られてるやつだからさ、そう、サイズがあれ、やばいね、ペラペラ、やば、ペラペラペラオなんですけど、なんか誰かに詰めてもらわないと着れませんね、これ。いやー泣いちゃう。いや出かけないよ、ショールームで着るためだけに買ったから。一応もう家でしか着ないんですけど。わあ、なんかリラ黄色い服持ってないかな。普通にさ、え、でもめっちゃ可愛いのこれは。なんかさ、黄色い服持ってないか。持ってるわけないわ、黄色い服。でもやっぱこの辺りが気になりますね。
ャドットも時間がないので、メイクします。やばいねこれ。普通に来たらまずい系や。やっぱ海外用に作られてる。でもね、かわいいの、これとかは。やばいね、ここがやばい。安全ピンとか言えないもんな。取っちゃった。これさ、もうやばい、時間ないんだけど。ちょっと待って、改造してくる。これ、そんなことしてる時間が私にはないのだが、にゃー、やだ、もうやりたくない。見て、こうなった。でもさ、これだとなんかミニオンっぽさないよね。こんな本当は。嫌な音がしてる。
わかんない。どうやってんのこれ。あれ絶対付属品なんか足りない気がする。こうやってこうつけたら、これか。これをつけるんだ。ただミニオンです。やばい、メイクしよう。マジ時間ない。なんかさ、でもコスプレもさ、今年3回コスプレ買ってんだけどさ、なんかどれもこれも失敗してる、全部。ミニオンもさ、ちょっとよくわかんないもんね。なんか、失敗だらけで嫌。やばい、眠たい。ほんとちゃんとしてるかと思った。でもね、生地はめっちゃちゃんとしてるんだよね。生地はちゃんとしてるけど、ダメですね。なんでミニオンにしたかと言いますと、髪の毛が今まあ白と言いたいところですけど、白とは言いづらいので黄色じゃないですか。なんかすいた。黄色だからミニオン合うかなと思って買ったんですけど、なんかやっぱさ、コスプレって試着できないからさ、あれだよね、当たり外れがすごい。ねえ、真っ黄色のさ服ってどこに売ってんだろう。あんまなくない？ユニクロとかだったらさ、真っ黄色の売ってるけど、これ黄色じゃないもんな。ドキドキ、いつ寝たか記憶にない。なんか気づいたら寝てて、気づいたら朝でした。なんか最近寝ても寝ても眠たいんだよね。病気かも。エリーちゃん、マムちゃんはドンキでコスプレ買ったし、やっぱドンキだよね。ランディもドンキで買いました。買いに行きました。なんかやっぱ海外用に買うのあれかも。ちゃんと考えて買わないとあれですね。海外用はなんか多分バストが大きめに作られてるから、ただでさえバストないのに、ね、でも最近さ、昨日リラ14時間も寝てたの、やばくない？昨日私14時間も寝てたんですけど、
怖いなって思いました。自分見すぎじゃないって。ねえ、寝すぎて眠いのかな、どうなんですかね、わかりません。え、違うの、なんかさ、でもこれからまあ舞台始まるから、私舞台始まったら寝れないんですよ、全く一睡も、なんかもう、マジで寝れないの、舞台始まると。だからなのかな、体が寝ろって言ってんのかな。昨日なんか1時に寝て、日曜日夜中のね1時に寝て、起きたら昼の3時でびっくりしました。昨日、ね、仕事夜からだったから、あのオンラインブロマイドがね夜からだったんで別に大丈夫だったけど、そんだけ寝てもね、もうさすがに寝すぎじゃないって思ったよね、自分に対してね。でもほんと今から多分寝れない日々が続きます。ねえ、もう嫌なんだけど、なんでミニオン着づらい。これがね、黄色だったらね、よかったけど、後ろちゃんと閉まってないからってのもあんのかな、もうこれ閉めれないんだけど、一人で。でもどうやって閉めるの、これ一人で。もう閉めてる暇がない。海外はよう分かりません。あ、でも閉めたらなんとかなんとか。え、閉めたらなんとかなったじゃん。浅草花劇場の舞台は知り合いはいるの。あの前セーマフで共演した前田美咲ちゃんがいます。そのくらいかな、知ってる方は。
ウィンということで変なメイク配信思い出す。変なメイク配信してた？本気で時間がないんです私には。でもなんかさ昔さハロウィンのさお菓子さいっぱい買ってきてさなんか食べ比べ配信とかしてたよね。今考えればなんでコスプレしなくてそっち選んだんだろうって思う。キズメイク配信とかやってたわ。懐かしいね。やってましたねそういうのも。え、マジ時間ないんだけど。やばいやばい。このミニオンで今ミニオン今ミニオンはどうでもいいのにミニオンしてたら黄色い T シャツってさ GU とかに売ってる？売ってないかな。これはまた改めて着たい。このミニオンはちょっとカパカパすぎてダメだったね。コスプレって難しい。ほんとさすが海外サイズだよね。可愛くさ見せたかったのにみんなにコスプレなんか。とても中途半端になってしまって申し訳ない。
今 LINE してた。間に合いそうにありませんって。よいしょ。メイクは終わりました。あとは髪の毛、これもうこれやばいんですよ。今髪の毛がもう巻かないとやばい、巻きます。なぎちゃんはちょいちょい撮ってるかなって感じです。なぎちゃんのコスプレ見ました？可愛すぎませんか？あれプリンが気になりますね。まあしょうがないです。やばいやばい、マジで時間ない。そう、店で待ち合わせなんですよ。これ早く行かないとやばい。でもさ、昨日さ、今日も見たの、さっき電車乗りながらさ、なんか渋ハロやばいかなって思って見たらさ、なんかそこまでやばくなかったんだけどさ、なんかコメント欄見てたらさ、歌舞伎に町に行くかみたいな感じであったからさ、やっぱもうみんななんか渋谷じゃなくて別のところに行こうとしているんだなって思いました。もう人やばいのかな。もうね、エクステがね、なんか負けなくなってきててやばいの。これなんぷ20分、やばいやばい。でもまあね、なんか渋谷事変とかさ、なんか言ってたから、まあ、ばらけた方がいいよね。まあ警察の皆さんが大変ですよね。絶対さ、渋ハロとか私怖くて行きたくない。まあ行くことないだろうと思いますけど、これからも。なんか変なニュース多いよね最近。怖いんだけど、物騒なニュースが多すぎて。
本当世の中って物騒ですわ。よし、負けた。前髪もやんなきゃ。郵便局に、怖っ。怖すぎない？それは。じゃあ私は着替えます。ヘアアイロンとか持って出かけることはあんまないかも。ミニオンまた今度着るね。T シャツを買い次第。白で行きます今日は。そう、後ろにあるのが炊飯器です。ご飯食べに行くので、ある程度は皮ゆく。して行きます。待って、もう私の最近のやらかしというか、あれはすぐに串をなくすんですよ。ほらもう。今開けたばっかなのに今なくした。どういうこと？マジで串すごいです。あるじゃん。今日はね、ネギ師じゃないですね。今日は魚系です。そうね、まだ何も食べてないから、1日1食かな今日も。わかんない、夜中にまた何か食べる可能性もあると思いますけど。とりあえずは。でも今日はメンバーです。メンバー誰かさんと行きます。しょうやってある？
るでしょ。庄屋行ったことないけど、なんか庄屋の看板はよく見るよ。メインタイトルじゃなくて普通に8です。8が行く、やばい、絶対に遅れたくない時間には。ケープどこ？ケープ叫んでも出てこないね。いやでもあんまり待ち合わせ遅れたことない。なんかめっちゃ時間にルーズですけど、でもちゃんと待ち合わせ時刻ピッタには行くようにする。例えば6時待ち合わせだったら6時ピッタしには着くようにしてます。あんま過ぎることはないかも。偉いっしょ気遣い不要のことも受ける。気遣い不要ですね。確かに。やっぱさ、気使わない関係ってさ、ほんと大事ですよね急にやばい、29分。そうね、外出るときはもう一枚モコモコ羽織ります。よし、これでもかというほどふりかけ。よし、30分ってことでランキング見ます。すいません、バタバタで。寒かった今日、暑かったんだけど。13位夢メロレースさん、ありがとうございます。そして12位が情報技術研さん、ありがとうございます。そして11位がミリアちゃん、ありがとうございます。そして10位が長崎在住のニャーサイジーさん、ありがとうございます。9位がベケニャ、後回りラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がロリロリさん、後回りラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がたやきくん、後回りラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がおいちゃん、ありがとうございます。そして5位がとりあえずさん、ありがとうございます。そして4位がキングスさん、後回りラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がチョロさん、ありがとうございます。そして2位がヨシさん、ありがとうございます。そして1位がアイスカフさん、アトマークリラン中、イエーイ、ありがとうございました。では皆さん、本当に時間ないないしてごめんなさい。ということでランリーは行ってきます。ではこの辺でさよなら、ランリー、バイバイ。10月もいっぱいありがとう。ツイッター更新するからいいねとリツイートして。